はい、先々の俺の日常が始めていきたいと思います。今回はちょっと変わってですね焼酎ですね。高類焼酎ソフト進行というね、アルコール度数25度、200ml 焼酎高類です。これなんかね、見かけなかったんでね、あれと思って、なんだこれと思ってね。ちょっとレアなやつを発見しまして。原材料が糖蜜と酒粕と米麹。製造者が、秋田県の、発酵工業株式会社。発酵工業だって。珍しい。これはちょっと見ないですね。もうパッケージ的にも全く見たことがなくて、なんじゃこりゃと思って。ね。秋田県にある酒造みたいですね。まあ、これをとりあえずストレートにいただきたいと思います。ね、乾杯。まあ、焼酎高類ですから、そんな変わんないですね。うん。でも、これ酒臭くないな。うん。なんか、こう、大五郎と真逆のレベルですね。うん。うん。いわゆる、大五郎っていうのはありますけどね。焼酎のね。これと同じ部類のやつね。大五郎はすっごいアルコール臭がするんですよ。だから俺大嫌いなんですけど。うん。焼酎高類はね、基本的に、連続式蒸留とかなんかでね、何度も蒸留するんで、かなり癖が飛んで、おまけに不純物も飛ぶんで、酔いにくいというか、悪酔いしにくい。うん。あ、ただし安いのが特徴なんで、安いからといって、4リットルのペットボトルとかでよく売ってるんで。ね。すごい安く売ってるんで、2000円以下で売ってますからね。だから安い、イコール、まあ普通の消費者としてね。まあ安いイコールもうやばい酒だ。イコール、低所得層が買う酒だ。イコール、すぐ頭が痛くなったり、二日酔いになるっていうね。そういうなんか勝手な固定概念から生まれた、ことによってそういう酒なんですけど、実際のところは、まあ、全くもって真逆なんですよね。うん、何度も蒸留されてるんで、まあ、蒸留ね、いわゆる、酒と水を、分離して、まあ、熱湯で、まあ、火にかけてね、酒と水を、火にかけると、先に、気化するのは何かっていうと、アルコールなんですよ。うん、まあ、アルコールは沸点が低いんで、うん。ね。ここら辺から化学の勉強入りますけどもね。沸点というのは、沸騰する温度のことで、はい。なんですが、基本的に水は、100度で沸騰しまして、気化します。まあ、沸点というのは簡単に言えば、沸騰する温度なんですけど、科学的に言うとですね、気化する温度なんです。うん。
沸騰イコール気化なんですね。結局のところ、まあそういうことなんです。でですね、まあ沸点が、これ多分90度ぐらいなんですよ。ということは先に沸騰するんで、結果としてずっと90度で保っていれば、アルコールだけを気化させて、そっからもう気化した水蒸気を、まあ冷やすことによって、元の液体に戻し、アルコールだけを抽出してるっていう。それを、まあ、有名なとこだと、スピリタスですね。スピリタスは何度も何度も、10回ぐらいあれ蒸留してるんじゃないかな。わかんないけど。ね。まあ、これはまだ2、3回か、1回、いや、2回だな。2回か3回は蒸留してるんで、それなりに、ね、結果として、まあ、不純物が少ない。ね、日本酒とかに比べると、はるかに不純物は少ないです。まあ、そもそも、ね、蒸留酒ですからね。あ、ね、蒸留酒ですから。うん。でもこれは大五郎とかに比べると、はるかに飲みやすい。うん。で、ここね、ちなみに、原材料に酒粕が入ってるんですけど、そこがちょっとポイントなんじゃないかな。うん。うん。酒粕が入ってるから、基本的にこのね、焼酎香類はね、基本的に酒粕は入らないんですよ。うん。基本的にというか、俺が焼酎香類マニアぐらいのレベルなんで、言わせてもらうと、これ初めてですね。酒粕が入ってる焼酎香類はちょっと初めて飲みました。うん。確かに若干なんか、日本酒っぽい風味が感じられるんで。うん。これ日本酒好きで、まあ、ちょっとソフト進行でググってみましょうか。これなんて字だ？光か。ああ。あ、これ4リットルのやつもあるみたいですね。しかも、たっけし。4リットル2912円。しかも、税抜きだと。おつるい焼酎のブレンドによりまろやかな味わいに仕上がった焼酎です。飲む人をうまいなぁとうならせる秋田発の香類焼酎をぜひお楽しみください。これはオノエングループ。違う、オエノングループか。っていうところの、あれみたいですね。あ、高津、高和焼酎なんか、これ。そんなこと全く書いてないけどな。焼酎、高和、とか何にも書いてないけど。ね。秋田県では一番売れてるとかなんとか書いてありますけど。ね。らしいです。どうなのか知りません。うん。
でもこれちょっとあれだわ。うん。確かに、だいぶ味がなんか、ちょっと待てよ。なんか、俺がなんか、あれに騙されてるような気がしてきた。ね、焼酎香類マニアはね、はい、こちら4リットルの、はい、はい、極上です。あ、極上だとあれかな。まあでも、いいか。焼酎香類マニアですから、とりあえずちょっと飲み比べをしてみましょう。ね。俺が一番大好きな、この、ね、宝の極上なんですけど。なんかプラシーボ効果で、なんかソフト進行っていうのがなんかうまいように感じてきたんだけど、まあそれが本当かどうかちょっと飲み比べします。うん。うん。やっぱりね、これね、どう見てもね、これ飲んで分かったけど、逆の方ね、宝の方飲んで分かったんだけど、これどう見ても、日本酒、うん。ものすごい日本酒の味がする。これ。びっくり。日本酒と焼酎の合わせ持つ。秋田で一番売れてる焼酎みたいですね。はぁ。やっぱこれ高いわ。ものすごく高い。これ2.7 リットルで1800円ですからね。普通は、4リットルでも1800円ぐらいで買えるやつありますから。それに比べるとむちゃくちゃ高いです。うん。むっちゃ高いこれ。やばい。俺がさっき、そこの、宝の極上よか高いです。宝の極上4リッターで2200円ぐらいですからね。これ多分4リッターで2200円するじゃない。2500円、600円、700円ぐらいするじゃない。くっそ高いんだが。高っ。え？逆にびっくりしたんだけどさ、これミクシーでさ、コミュニティがあるんだけど、どういうこと？ミクシーでコミュニティがあるんだけど。コミュニティあんのかよ、これ。秋田県。飲みやすい焼酎ですねってなんかすげえ言われてるけどさ。ぶっちゃけた話、これ飲みやすくないと思います。少なくとも。うん。焼酎香類の中だと多分飲みにくい部類に入ります、これ。なんて言ったって、日本酒の味がするんでね。すごい。うん。こっちの、ね、なんだ。ね、こっちのやつとか全然飲みにくいです。飲みにくいというか、癖があるというか。日本酒っぽい味がする。どう見ても。うん。うん。うわぁ。あ、アマゾンでもありますね。アマゾンで、カスタマーレビューがあるんで見てみましょう。ソフト進行は、秋田県の焼酎として、
ていて、よく秋田での仕事に行けば飲んでいました。今は長男、娘、婿、ともども、優しい焼酎としてファンになっています。この味をずっと保ってくれることを願いますと書いてあります。ああ。うん。なるほど。まあ、確かに、焼酎、香類の中で言うとだいぶ異彩を放っている。プラス、結局ね、このね、ソフト進行の凄さは、日本酒の味がすることだけじゃなくて、すごい、アルコール臭の、アルコールの味っていうのが全くしないことにあります。うん。うん。ほとんどしないですね。アルコールの味ね。うん。すごい。うん。こっちの宝の極上に比べると、うん。鼻にツンとくる感じが、もう全くないんですよ。これすごいな。うん。ああ、これすごいわ。はあ、これはあれだわ。びっくらこきまろ。ですね。まあ、かなりドマイナー部類なんで、ここら辺で売ってる自体ちょっとおかしいんですけど。あ！はいはいはい。あのね、これのソフト進行と別に、スーパーソフト進行っていうのがあるんですよ。スーパーがついたやつ。これは、焼酎、香類、おつ類、紺和らしいです。うん。ので、紺和だから、まあ、これをか、さらに、日本酒の味が強くなってるんではないかと思われますけどね。でも少なくともこれは、うん。焼酎、香類だけなんで、混和ではないですね。うん。あ、これは美味しいわ。これ美味しい。なんで新潟県のあのスーパーに売ってたのかが、全くわかんないんだけど、まあ大体、ね。ちょっと、まあ、そもそも見たことなかったから、これなんだこれって感じだったんですけど。普通にね、売られてるやつやったら、大五郎とかさ、宝とかさ、なんですけどね。新潟だとね。うん。うん。うん。やっぱ秋田県だとかなり有名な、焼酎みたいです。うん。ね。これはちょっとあれですね。あんまり知らなかったというか、全くわかんなかったんで。これは美味しい。うん。うん。これは美味しい。これはちょっと芋焼酎じゃなくて違う。これは美味しいぞ。普通に美味しい。日本酒っぽい。風味が日本酒っぽい。うん。やっぱ、酒粕が入ってるっていう時点でちょっとおかしいなと思ったんですよ。ね。原材料にね、普通ね、焼酎、香類っていうのは、まあ、サトウキビ糖蜜と、あと何含まれてるの？大麦とトウモロコシですね。とかが含まれてるのに対し、
大麦とトウモロコシが全く含まれてない上に、なぜか酒粕と米麹が入ってるんで、もうどう見ても日本酒なんですよ。うん。うん。日本酒風味の、ね、焼酎、甲類って感じでしょうか。はぁ、あ。うん。いや、これは美味しい。普通に。うん。これは美味しいですよ。あ。ん？あ、でもやっぱり、でも4リットルで、4リットルで、やっぱり2000キロぐらいらしいですね。安いとこだと。うん。なんかブログで今見てますけど、秋田気象ライブ、あ、ドライブか。のお土産で、秋田のところでは、秋田では2000円切ってるらしいです。4リットルでね。いや、これはうまいわ。悪いけど。あ、これうまいわ。うん。あのね。やばい、これちょっと長くなると。これ長くなるけど。うん。今までの、焼酎、甲類の、今までいろいろ俺飲んできたけど、かなり常識が覆った。うん。うん。多分ね、だいぶ、覆ったと思います。なぜかっていうと、一般的にさっきも言ったけど、焼酎甲類っていうのは、麦系。あくまでも麦焼酎系。麦焼酎といえば、あまり、ね、癖がないことで有名なんですけど。うん。あくまでも麦焼酎系なんです。基本的にこの界隈で焼酎って言ったら、麦と芋と米、焼酎って言ったらですよ。麦と芋と米の3種類しかないんです。で、もう確実に芋って言うと、もう部類としてかなり癖が強い部類に入るんです。もう一番癖が強い。で、残るは米と芋な、米と、麦なんです。うん。で、俺が米焼酎飲んだ限りで言うと、どう見ても、日本酒なんですよ。ほとんど日本酒と変わんないんです。で、麦焼酎はね、飲んでみても、ほとんどね、えっていう感じ。え、麦、え、ビール、ん、ん？っていう。大して変わんなくねって。普通の、ね、甲類焼酎と変わんなくねっていうレベルなんです。あんまり違いがわかんない。だから、癖が限りなくゼロに近い部類なのが、麦焼酎なんです。だがしかし、あえて、うん、麦焼酎を選ばずに、米焼酎を選んでいるというのがすごい。うん。これ何がすごいっていうのは、結局のところ、いかに
ちょっと他人、他の人、やつらとの差別化を図ってるところですね。うん。大五郎とかなんて、とかね、まあ、有名だと大五郎なんですけど。大五郎とかね。ありますけども。宝焼酎とか。あれっていうのは基本的に、サトウキビを主軸として、なおかつ、それプラス、麦とか大麦。ね、さっきもそこに書いてありますけどね。麦、大麦なんです。あくまでも麦焼酎風味の、みたいな感じなんです。だけど、これは米焼酎の風味すらも醸し出しているという。うん。これはすごい。ね。で、あと俺が飲んだ、マイナーな、ね、あれで言うと、爽やか金龍という。ね。俺も以前飲みましたけど。爽やか金龍。というのがあります。ね。これ一枚目普通に売ってます。俺の、とこで売ってますね。うん。すぐ、近くの、まあ、すぐ近くじゃないけど、まあ、近くのね、とこに売ってますけど。爽やか金龍。こちらはですね、爽やか金龍の原材料を見てみましょう。ちょっとググってみましょうか。爽やか金龍。ねえな。原材料乗って、ちょっと原材料今探します。爽やか金龍っていうのは、爽快の爽の字が、ドカッと出てるやつなんですけど、これは原材料どんな感じなんだろうな。ちょっと高いんですよね、若干ね、これね。でもね、結構ね、この爽やか金龍もね、すごい、どこで、これどこのやつなんだ？あ、山形県みたいですね。山形県か。山形県。なるほど。ちょっとこの動画ちょっと長くなりますよ。最近、飲んでなかった、ちょっと、焼酎香類の素晴らしさを、ね。やるために、まあ、もう、全然ね。もう、興味ない人はもう、ささっともう、今、もう、すでに28分、というね、感じなんですけどもね。これはね、爽やか金龍。これね、すごい、俺がよく行く酒屋によく売ってるんですけど、なんか結構ね、マイナーバージョンがいろいろあってね。うん。うん。だけど原材料が載ってない。これね、爽やか金龍もね、いろいろありました。麦のバージョン。いわゆる、焼酎、香類、おつわ、おつ類の混和のやつもあるみたいです。
ね。やばい。書いてない。書いてないな。書いてないな。でね、いろいろ米焼酎とかもあるみたいですね。書いてねえな。とりあえずどうでもいいんだけど、爽やか金利は俺飲んだけど、別に大した感想も述べてなかったと思うんで、多分大した味ではなかったと思われます。一般的な普通のね。うん。味だったんではないかと思われるんですけど。まあ、詳細はね、俺の、まあ俺のパートなんだか知らないけど、爽やか金龍。ね。飲んでる動画があるんで、ヨーツベの方にね。割と最近だったはず。割と最近っていうか、今年ではないと思うけど、去年の終わり頃に飲んだんじゃないかな、とは思うんですが。まあ、どうでもいいや、ここら辺は。ここら辺はどうでもいいんで、まあ、ソフト進行ですね。もうだいぶ酔っ払ってきましてですね。ああ、もう、これ25度ですからね、かなり、ちょっと、手厳しいものがあるんで、ね。僕、ちょっと厳しい。僕ちんちょっと厳しいんですけど。ね。いや、これはうまいですよ。米焼酎に限りなく近い、焼酎、香類。っていう感じですね。ちょっと俺これ、きついわ。これちょっときついわ。ああ、これちょっときついわ。これちょっと、炭酸水で割ろう。炭酸水で割ろう。炭酸水かっこ炭酸がほぼなくなっているパターンの炭酸水で割ろう。いや、これうまいですよ。ね、もうそろそろ限界が来たんで。あ、もうこれ限界だわ。ああ、これきつい。これちょっときついな。もうそろそろ評価に入りたいと思います。ね、ちょっときついな、これは。ああ、きついわ。ああ。ちょっと飲みすぎた。ああ、飲みすぎた。飲みすぎたっていうか。コクはまあないでしょうな。若干あるけどな。まあ三つ星ってとこか。焼酎香類に関しては、焼酎香類にしてはかなり癖が強めの部類、コクが強めの部類だと思われます。香りもちょっと強めだけど。まあでもまあ、普通ぐらいか。これは、美味しい。
ね、これはうまい。うん、ここまで俺語っといて、さすがにね、五つ星をつけないわけがない。ので、ね。3335です。5です。ね、これはうまい。焼酎香類なんだけども、やけに米焼酎に近い風味の。ね、そして、それでいて、アルコール臭、アルコールの味が全くしない。鼻もツンとしてこない。っていうね。これは素晴らしい。と思います。ご視聴ありがとうございました。